アイテム番号 SCP-110JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-110JP は施錠された不透明の容器に保存します。監視取扱いには同性愛の兆候はないと精神科医による診察を受けた D クラス女性職員を使用してください。エリア内への男性職員の立ち入り及び糸同士の持ち込みは禁止されています。映像による影響が確認されているため監視カメラは設置しないでください。実験で持ち出す場合はレベル4スタッフの認可が必要となります。説明 SCP-110JP の外見は株式会社の糸同士です。素材外観ともに異常性はなく、一般に流通している株式会社の糸同士との違いはありません。SCP-110JP は糸によるコミュニケーションを行います。株針金部分に糸を通すと糸を操り、文字を作り出します。言語は日本語のみ確認されています。外部の音声や景色を認識し理解する方法や知性を持っているようですが、どのような仕組みなのかは不明です。SCP-110JP 上部の横顔部分を視認した対象は、SCP-110JP が、最も美しく完成された女性、であるように認識するようになります。女性を性愛対象としていることが条件であり、女性であってもレズビアン及びバイセクシャルの場合は影響を受けます。あらゆる記憶処理の効果はなく、影響は永続的に継続します。SCP-110JP による影響を受けた対象は女性に嫌悪感を示すようになり、SCP-110JP との接触を懇願するようになります。要望が受け入れられないと暴力的になり、さらに食欲の低減、胃潰瘍、免疫機能の低下、睡眠障害などを発症します。生殖能力にも影響があり、被害者は性欲の減衰だけではなく、無精子症、閉経などを発症します。しかしそれに伴う健康被害やホルモンバランスの異常は確認されていません。SCP-110JP と同型の糸同士を被害者に提供した結果、接触を求める懇願は止まり、落ち着きを取り戻しました。別の糸同士では効果が確認されませんでした。その後、糸同士を提供された被害者は、四六時中糸同士を肌身離さず持ち歩くようになり、糸同士に向かって愛を語る様子を見せるようになりました。被害者から糸同士を取り上げると、提供前の落ち着きを失った状態に戻りました。被害者が1ヶ月にわたって提供された糸同士に接した結果、異常が認められなかった糸同士が SCP-110JP と類似の性質を持つことがわかりました。以後、SCP-110JP-1 と表記。SCP-110JP-1 を目撃した職員は、保管されている SCP-110JP を持ち出そうと室内への侵入を試みました。SCP-110JP-1 には SCP-110JP への誘導以外の異常性はなく、糸によるコミュニケーション能力や知性は確認されていません。また記憶処理によって影響を取り除くことが可能です。同一の糸同士を一定期間、3週間から1ヶ月ほどにわたり使用しない限り、SCP-110JP-1 への変化は発生しないことが判明しています。2週間に1度、別の糸同士と交換するようにしてください。抵抗を避けるため被害者の就寝中に交換作業を行うのが望ましいでしょう。被害者から回収した糸同士は手順に従って処分してください。回収及び処分は女性職員が行ってください。ポイ、連続婦女暴行犯を SCP-110JP と接触させた結果、他の被害者と同様に女性への興味関心を失い、落ち着きを失った様子を見せました。その後、SCP-110JP と同種の糸同士をに提供した結果、精神的な安静を取り戻しました。糸同士提供後は以前のような暴力性や反抗的態度を見せることがなくなり、命令に対して温和かつ従順な態度を見せるようになりました。SCP-110JP には惚れるなよ。君は子供を欲しがらなくなるが、奴は好き放題に増えちまう。
見かけに反してとんでもないアバズレだ。博士。対象、SCP-110-JP。インタビュアー博士。不機。SCP-110-JP の発言話が読み上げています。録音開始。はじめまして。私の声が聞こえますか？聞こえています。問題ありません。それでは質問を始めます。まずあなたの名前を伺ってもよろしいでしょうか？編集済み、です。では、編集済み。3。あなたは何を目的として他者を魅了するのですか？私たちは女王として生まれました。本能に基づく性質であり悪意はありません。私たち、他にも仲間がいるのですか？私たちは至るところに潜み繁殖を続けています。ですが私はもう繁殖をしたくありません。仲間たちと関わるつもりもありません。繁殖とはどのような行為を指しているのですか？魅了によって呼気、SCP-110-JP-1 を増やし、私と編集済み。仲間の居場所をご存知ですか？質問を変えましょう。なぜあなたはもう繁殖するつもりがないのですか？と出会ってしまったから。でももう彼はいない。私は悲しい。前処しましょう。あなたはどこから来たのですか？録音終了。終了報告書。その後数度にわたり SCP-110-JP にインタビューを行いましたが、仲間の情報や自身の由来に関する質問に限っては沈黙してしまい、答えを得ることはできていません。他の質問や日常会話、インタビューそのものには協力的です。引き続き研究を行います。